明けましておめでとうございます。夫婦のお店カウンセラーの佐々木ひろのです。皆様お正月2日目いかがお過ごしですか？日本人はお正月に初詣といって神社に行くお参りが一般的になっておりますが、行かれていますか？初詣というのは鉄道会社と神社が、決めた、ビジネス戦略で、電車を利用してほしい、神社に来てほしいっていうことで起こっていることが発端だそうです。ですので江戸時代ぐらいまでは節分明けの恵方参りというのが、年始のご挨拶初詣なんです。本来は日本人の初詣はそのようになっています。お正月の初詣は別に悪いことではないですので楽しんで行ってくださればいいんですが、たくさんの人がいっぺんに行くので神様は願い事を叶えるっていう風な感じにはならないそうです。恵方参りというのはその年にあった方位に出かけていく、その年にあった方位にその、その方々の住んでいる地域から見たその年にあった方位に出かけていくっていうことになります。2017年の2月4日以降、節分明けですねからは北の方位が恵方の神社の方位になります。よろしければ2月4日節分前後に北の神社にお参りに出かけてください。そこでは本当にお願い事を聞いていただけるのでお願いするといいと思います。私は2016年、まだ、節分明けしてないのでまだ2016年の方位の恵方神社に行っていますが、今年は南なんですね。願い事をいくつか叶えていただきました。ですので、恵方参りおすすめです。恵方参りのやり方は12月に私がクリスマスプレゼントで動画に撮ってありますので、よろしければご覧ください。そして今年恵方参りでお世話な恵方参りもすでにしている、お願い事を叶えてもらっているっていう方は節分までに必ずお礼参りをしてくださいね。それでは今日はこの辺でごきげんよう。